どうも、デミアです。よろしくお願いします。いやー、皆さんお綺麗で。そうか。失礼ね。大丈夫ですよ、わしストライクゾーン広いんで。それはそれでどうなるの。ただ、藤岡さんの昔の彼女はボールだね。うっせえよ。彼女一回もできたことのやつに言われてよくねえ。何が悪いんだよ。え、彼女いなくてさ、欲しいとか思わないの。思わないから作らないんですよ。常になって。俺は思うよ。俺は一人でデートプランとか考えちゃってるし。一人で一人で。なんでそのね。でもそうだね。今、恋の季節だしね。うん、いや別に今は恋の季節じゃん。何言ってんの、恋はオールシーズンだよ。だったら季節関係ねえじゃねえかよ。季節関係ねえだろって。まあまあまあいいじゃない、よくねえだろ。要するに中しかいいってことでしょ。そんなこと言ってねえよ。俺中はちゃんと段階を踏んでロマンティックだ。また本当はしたいんでしょ。本当はまあまあね、したいと言えばしたい。ところでしたい。友達のままでも好きになれば付き合いますか。はっ、あり、ベタジーニーかい。何してんのよ、邪魔すんなよお前。俺な、彼女できたらやりたいことあるんだよ。やりたいこと、彼女の誕生日に、なんかこう最上階のスイートを予約して、こう綺麗だねとか言いながら、こう二人で何こう夜景でも見ちゃうんだよ。3階から低いだろ。そこら辺の人変わんねえべ。じゃあ4低いって。じゃあ5階。刻むなよお前。3階でダメなんだから4も5もダメだろうが。めんどくせえな。5階建ての家なの。家じゃねえんだって。ホテルだよ。東京一望できるようなホテルだよ。ああ無理ね、無理。何がだってほらわし高所恐怖症じゃん。なんでお前も来んだよ。ダメダメだよ。そこお前2人で行かせろよ。2人ね。そうだよな。それで俺当日まで内緒にしておきたいの、彼女には。サプライズだ。そう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 、当日いつものところでな、待ち合わせして。お待たせ、ゆうた。お母さん疲れちゃった。彼女やれ。なんで母ちゃん来んだよ。サプライズだよ。そうじゃねえだろ。俺がな、彼女にサプライズすんだよ。彼女にね。そう。でな、そっからホテル行って、鍵もらって。注意して。はいよ、お前。はい、焦んな、焦んなよ。まずは、おしゃれなバーでも行って、雰囲気盛り上げてくんだよ。マスター、マティーニ一つ。マスター静かに、はい、今バター作ってるんで。場所をわきまえろ。なんでバーのカウンターでお前バター作ってんだよ。振るのやめろや。マティーニね。お待たせしました、ベタジンで。頼んでね、マティーニだって。またにテーブルなら出産後の不安。それ何入ってんのよ。マティーニをベースに妊婦さんの不安と涙を。余計なもん入れんなよ。飲みづれえじゃんこっちは。私の母はマリッチブルーなんですけど。まだまだまだなの。いやもういいや、何の情報だよそれ。困ったもんですよ。いいや。そっからな、バーで雰囲気良くなって、今のでいいんだよ。いいのね。いいんだよな。部屋戻って、楽しい話でもするんだろ。で、こう徐々にムード上げてって、ムードが最高潮になったら、こうな、彼女の肩持って、ついに、こう引き寄せて、念願の、せっぷーん。邪魔すんだよ、お前。うっせんだよ。なんだよ、せっぷーんって。ね。で、最後に彼女が俺にこう言うんだよ。殴る男は嫌いよ。入ってくんじゃねえよ。もういいわ。どうも、ありがとうございます。